えー、皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ジャスタでございます。ジャスィで。はい、ということで、今日も始まりました。ジャスタが焼けばよそということでね、あの、一応ね、あの、うん、もう、何年続くかわかんないこのジャスタがケけばソそでございますけども、今日はですね、あの、とりあえずね、あの、 まあ、今年はあの一応練習ということで、あの、なんだっけ、あの、一応ね、競馬予想をね、やろうかなと思ってね、一応今年は練習ということで、<laughs> 一応あのやり始めました。よろしくお願いします。えっと、とりあえず10月21日の富士ステークスの予想からでございます。はい。えっとね、早速いきますか。はい、よしあの、 富士ステークスっていつの間にか G2 になりましたね。ね。あの、前 G3 じゃなかったっけこれ富士ステークスってね。いつの間にか G2 になって、あの、僕もあれと思って。富士ステークスって G3 じゃなかったっけと思ったっけ ?G2 になったね,ね。ちょっとね、でもね、あの、ま、あ一つね、問題がございましてですね。まあ、いいや。とりあえず、あの、これ、わかるながら。あいやばい。 わかかるかな見見ええますは、ね、い、ねえっと、10月21日東京競馬場第11です、えっと、富士セックスですね芝生のペックメイト僕はですねさあの9番のレッドレッドから行くレッド9番のレッドねあの東京ホースレースからいきますねレッドレッドモンレーブ真っ赤に染めてましょうね G2 のねあれもね赤なんで真っ赤に染めましょう、ね あのこれがね、勝てばね、来年の安田記念ね、あの一応ね、この場はね、安田記念5着か6着だったかな、今年、ね。また来年も多分ね、いい成績だったら来年も走れんじゃないかということで、あの9番のレッドモンーレーブからいきたいと思います。で、9番の3番、10番の、えっと、3、3 4、三四1 1かな。なんかあの、12番、なんかステラ・ベローチェ、なんかあの、 12番のステラ・ベローチいるんだけど、あの、なんか、とっちくった。<laughs> なんで、なんでこんなコースに出てんのおかしくないか。お前、お前、マイルの、あの、適正あるの中級でぐらいじゃないのっていう感じなんですね。うん、だから、あの、ね、有馬記念に4着ですし、 有馬、ね、記念で4着ですし、菊花賞でも4着だから、きっと多分2500から3000ぐらいの、ね、あの、まあ、あ,のあれですよね、目白まマックインみたいなもんですよね、調べラベルってね、多分ね。だから多分、千六は多分来ないと思う。うんうん、まあ、その割にはドバイ・シーマーは9着になっちゃったけどね、ねまあ、僕はなんかもっとね、距離が長い方がいいと思う。 ちょっとセラベローチは外しました。はい。で、あの、僕ね、ちょっとね、エターナルタイムが気になる。サンデーレーシングのエターナルタイム。あのね、これね、上がり、僕がね、好きなんで、上がり馬っていうんです。あの、今回は G2 だけど、前回がこれ、あの、2勝クラス、3勝クラスなの。うん。で、全然、前々走も3勝クラスで、こう、どんどん上がってきてるんですよね。 で、この上がり馬っていうのは、あの、G1 で上がり馬っていうのはちょっと狙いづらいんだけど、G2、G3 で上がり馬って僕狙いやすいんですよ、これ。うん。あの、皆さんに一つ,つね、あの、ちょっとね、教えとくと、この上がり馬っていうのは勝ち馬ってことね。勝って、勝ってきてる馬ってことね。うん。 二勝クラス、一勝クラス、二勝クラスでポンポンと上がって、三勝クラスでポンポンポンと上がってくる馬は、結構あの、受勝レースはすぐ勝ちやすい。でも僕は二着に固定します。はい。多分今回は二着で、あの、次のあの、マイル、あの、次のマイルチャンピオンシップか、あの、安田記念で、あの、一着取れんじゃないか、みたいなね。今回は多分二着。 ということであの、僕は一応予想を考えてみましたけども、あとはもうなんか目立ったね、あの目立った成績のま、あんまり気になるのはございませんでした。はい。で、あの、ね、ちょっとね、僕ね、あの、いろいろもろもろとありまして、あの、馬、ね、主、あの、やめてしまいましたけどもね、あの、このレースにあのタイムトゥヘーブン出るんですよ。でも、あの、もうあの、 なんであの時、なんであの時 NHK マイルに走らせなかったのね。なんでダービー行ったのバカじゃないのって思うぐらい、あの、ちょっとね、あの、残念なお知らせなんですけども、あの、私、あの、タイムトヘブンの話ではございませんで、はい。ね、あの、一応前、ま、KO 杯、KO 杯17着、ダービー卿、 9着、オーシャンセックス11着、もう終わりだよ、この馬。数合わせの馬じゃねえか、もしたら、ほんなら、お前。11頭だってだよ、こんな、お前終わりだよ、もう。その終わりにはね、あの、DMM のね、稼ぎ合わせ者なんですよ、この馬。タイムズヘブン。ね、もしかしたら来るかもしれないから、ちょっとね、あの、大穴狙いでね、あの、副賞で買っといたら面白いかもしれないですね。 俺がバヌシだったらな、ちょっとな、ここにね、タイムトゥヘブンって書きたかったんだけど、もうバヌシじゃなかったんで、僕はもう9番のレッドからいきます。はい。もうレッド、東京ホースレーシングでするあの、サンデーレーシングとか東京ホースレーシングとかって言ってるのは、これあの、馬主ねあの皆さんの馬、馬もし分からなければ、あの、バヌシさんっていう方と、一馬主っていう人たちがいて、 要はあの、その馬に対してあの、みんなで所有しましょうっていうこと。要は、あの俺を、ねあの、俺っていう馬を、ジャスサレーっていう馬を、ねあの、みんなでお金を出し合って、あ,のあれしましょう。で、僕が一着、G1 で一着取ったら、賞金一億ぐらいあるでしょ、G1。それをあのみんなに振りまきましょうっていうのが、一口話のやり方で。でも、馬主だったら、賞金一億入ったら、 その馬主さんが1億ガッポもらえるまあねあの機種代とかねあの一応ねいろいろあの馬代とか、まあ、もちろんね食事馬主の経営者もあの馬代なりあの、ね、いろいろ、ね、あの払うんだけどいろんな事馬主の場合はもう100人とか200人とか500人とかの馬主さんが一斉にいるんでその人たちに分配をしてあのするのがあの事馬主ですから。 あの覚えてるからさ皆さんこれあの宿題やっますんで <laughs> いや失速し凡し復活したいないろいろとですねあのこんなふうな生活になってきてやっとね僕も心筋梗塞でぶっ倒れてあの二年経つなんですけどまあだいぶね復活もねしてきたんで、ね、そろそろねあのまあ動きたいなーということでね、うん、あの 今はまだこんな状態だけど、一年後にはね、ちょっとね、あの、気合い入れてなんかやろうかな。ね、また昔のね、生活にね、今はもうおんぶに抱っこ状態だからね、ちょっとね、こんなことやってたら、あの、僕ね、あのね、インターネット放送やってんですよ、ふわっちって、インターネット放送で、ふわっちでね、あの、やってたら、あの、めっちゃね、あの、アンチがね、多くてね、僕のね、このね、あの、 ケバ予想動画ね、あの、もしかしたらね、あの、バンになるかもしれない。あの、バンっていうのは、あの、放送できなく、まあ放送じゃないんだけどね、動画上げれなくなるかもしれない。<laughs> こんなことやせばバカ野郎っつって。<laughs> まあ僕の場合は、あの、収益ね、得てないんでね、あの、単なる趣味動画になってるんでね、僕の場合は、あの、収益を得る動画じゃないんで、ね、あの、全然ね、大丈夫なんだけど、あの、 ふわっちっていうところは、あの、全然ね、あの、大丈夫なんですよ。僕の事情を多分知ってるんですよね、ウエさんね。あのな、どこで調べたかわからないけどね。でも、あの、YouTube って全世界だから、あの、日本の、ね、仮想 YouTuber の僕を調べるったって、全世界が基準だから、ふわっちは多分、あの、日本だけなんですよ。 全世界の仮想 YouTuber の僕を調べるって言ったら多分大変なことになる。ね。ということで、あの、僕の場合は9番。ね、富士ステクスはレッド、レッド、なレッドモンレーから行きたいと思います。ということで、ありがとうございました。次、喫箇所、ね、お待たせしました。喫箇賞をあげたいと思います。ありがとうございました。<laughs>